はい、それでは86見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずフロントバンパー右前になります。 TRD のリップスポイラー付きですね。まあこういうちっちゃい飛び石傷はあるんですけれども、目立つような傷というのはなさそうですかね。で、まあ下覗くとちょっとね、擦っているところはあるかなという感じですかね。まあ上から見たら、中央部分も含めて結構ね、綺麗な状態です。で、エンブレム周辺も、綺麗な感じですかね。まあ、多少ちょっとこう塗装の、浮きっぽいのがあるかな。ちょっとザラザラしてるかなっていう。これ多分まあ塗装した時なんですかね。で、まあこの辺りにちっちゃい飛び石傷がありまして。全体的には結構綺麗な感じですかね。こんな感じですね。で、ヘッドライトも、左右ともクリアな状態です。続いてボンネット。へこんでるところはなさそうで、色あせもないですね。ツヤもあって、特に気になるような傷も見当たらなそうな感じです。こんな感じですね。続いて左側面見ていきます。左フロントのフェンダーですけれども、綺麗ですね。こんな感じです。で、ホイールがですね、GR86 の純正ホイールを装着しておりまして、ガリ傷特に、見当たらないですね。左フロント綺麗な状態で、タイヤもまだたっぷりと溝残っているような状態です。で、ドアミラーも綺麗でして、助手席側のドア、ちょっとドアノブの色あせが出てきてますね。これはもう赤はしょうがないといえばしょうがないですかね。これは汚れかな。まあドア自体も綺麗ですね。で、サイドステップが、TRD。特に気になるような傷も見当たらないかなという感じです。で、左リアのフェンダーですけれども、こちらも綺麗な状態で、ルーフサイドも綺麗ですね。で、左側面の凹み。特に見当たらなそうです。で、左リアのホイールですね。リアのホイールも綺麗ですね。こんな感じです。で、タイヤもたっぷりと溝は残ってますね。続いて、リアバンパー。ここもちょっとこう、塗装のこう、ポツポツの浮きが出てるような感じですかね。まあでも、気になるような傷などは見当たらなそうかなという感じです。で、トランク、このあたりは綺麗な状態ですね。で、リアウィング、トランク上面含めて色あせもなく綺麗な状態になっております。続いて右側面見ていきます。右リアのフェンダー周りですね。ここちょっと薄いクリア傷みたいなのがありますね。で、ルーフサイドの方は綺麗な状態になってます。で、右リアの、ホイールですけれども、右リアホイールも綺麗な感じですね。で、運転席のドアは、まあドアノブ同じくちょっとね、色あせしてるかなという感じです。で、ドア自体は、もうちょっと傷がありますね。それぐらいですかね。で、サイドステップ周りも、まあ、特に気になるような傷は見当たらなそうですかね。ここに微妙に黒いちょっと、靴が当たったような跡があります。で、ドアミラー、これちょっとクリアが少し、剥げてきているような跡があります。で、右フロントのフェンダー、こちらは綺麗な感じですかね。で、
右フロントのホイールも綺麗ですね。まあ、ホイールは4本とも割り傷なく綺麗な状態かなという感じです。で、右側面のへこみですけれども、特になさそうですね。で、ルーフです。ルーフも艶があって綺麗ですね。こんな感じで、特に気になるような傷へこみは見当たらないかなと。ただこの後付けのシャークピンのこのアンテナですね、ちょっと塗装のこう色あせ、気泡が少し出てきてるような感じですね。はい。では続いて内装を見ていきます。まず運転席のドアトリム周りからですね、こんな感じで、まあ、綺麗な状態ですね。スカフプレートの方は、まあ、多少のスレがあるかなという感じです。フロアマットも、まあ、同じく多少のスレかなという感じですね。で、シートですけども、まあ、このサイドの革のところですね、ここがやっぱりちょっとね、擦れてる、ような感じです。座面は綺麗な状態です。助手席側、こちらは特に気になるところはないかな。ああ、でもちょっとここやっぱり擦れてますね。で、ステアリングの擦れは、まあ、ちょっと部分的に少しあるかなというような感じでして、まあ、ほぼ気になるような感じではないかなと思います。で、ダッシュボード上も乗り跡や傷などは特に見当たらなそうで、グローボックスの中に ETC の車載機が入ってますね。で、ナビが装着されて、エアコン周りのダイヤル類も綺麗な感じで、シフト周り、まあ、ブーツの破れなんかは特になさそうですね。ただ、まあ、シフトノブがちょっと、この辺がやれてきてるような感じですね。で、サイドブレーキの方は、まあ、少しのスレかなという感じです。こんな感じですね。ちょっとエンジンかけてみます。まあ、エンジンかかりはね、スムーズですね。引き上がりも特に問題ない感じで、バックカメラはこんな感じで、ガイド線付きでついております。はい。では続いてトランク見ていきます。あ、ちなみに TRD のドアスタビライザーついております。はい、トランクですね。トリム類は特に欠品しているようなところはなくて、まあ、汚れもないですね。結構綺麗な感じ。車載工具、パンク修理キットなんかも揃ってますね。で、助手席のドアトリムですけれども、こちらも綺麗な状態になってますね。で、スカッフプレート周りも綺麗な感じで、まあ、助手席のフロアマットなんかはほとんどこう、擦れてる感じはないですね。で、シートは、ここですね。少しちょっと擦れがあるかな、といった感じです。で、リアシート。リアシートは、綺麗な感じですね。距離考えると、全然使用感もなくと、いった感じじゃないでしょうか。こんな感じの内装になっております。はい。では続いて、試乗してみたいと思います。はい。試乗の前にまずエンジンルームでしたね。見ていきたいと思います。で、まずベルト周りですけれども、こんな感じで特に変な音はね、してないですね。ブリッジのインテックパイプが装着されておりまして、エンジン本体も特に変な音はしていない感じです。で、店員の車庫調ですね。アッパーのところで減衰力調整とキャンバー調整できるんですけども、まあ結構、こう、色褪せてきてるというか、まあちょっとね、使用感もあるかなっていうような感じのアッパーマウントなので、まあそこそこ距離は乗ってきた車庫調なのかなっていう感じはしますね。こんな感じのエンジンルームになっております。はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは86試乗してみたいと思います。前期モデルの86 GT リミテッドになりますね。走行距離が、9万3000キロぐらいという感じでして、まあそこそこね、走ってきたかなという感じですね。
でもクラッチはですね、非常に軽いです。ペダルも軽いので、まあこれもしかしたら交換してるかもしれないですね。すごいつながりもスムーズな感じです。ミッションの入りは、問題なさそうですね。で、定員の車高調が装着されてまして、まあ、乗り心地もいいですね。特にガタが出てるような感じもなさそうです。で、ホイールが GR86 の、純正18インチのホイール入ってまして、まあ、タイヤなんかもね、結構新しいので、まあ、こう乗ってる感じは乗り心地もね、すごくいいですね。加速もスムーズですね。で、今エアコンつけてますけども、涼しい風も出てきておりますので、この辺りも特にね、問題なさそうかなという感じです。室内に入ってくるような変な音とか変な振動も特にないですね。メカニカル的には全然問題なさそうな感じで、9万キロ走ってますけども、キビキビとね走ってくれて、いいですね。なんか車高調もね、そこそこ使用感あるかなとは思ってたんですけど、もうちょっとガタ出てるかなという感じもしたんですけども、まあ特にそんな感じもないですね。はい、あ、今気づいたんですけど、ステアリングのこの中央のここのところちょっとスレがありました。はい、こんな感じの86試乗インプレッションでした。以上です。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。